皆さん、荷物運びって大変じゃないですか？重たい荷物を手で運ぶと腕や肩が痛くなったり、怪我の原因になったりします。そんな時に便利なのが今回紹介しますキャスター付き台車。こちらを使えば重たい荷物も楽に運ぶことができます。この商品、移動楽々、軽量で耐荷重もあり、使わない時はコンパクトに収納できて、様々なシーンでも活躍できる優れものです。では早速開けていきたいと思います。こちら本体。53cm、31cm、42cm、10cm、そして車輪が6つ、固定用ロープが2本ついております。キャスターについて、キャスターは6個、すべて360度回転します。キャスター1箇所につき、ネジは4本、計24本必要です。こちら、曲がるとき、スムーズに方向を変えることができます。まずは、製品の基本的なスペックから紹介していきます。商品重量は約4キロ、耐荷重は200キロとなっております。使わないときは簡単に折りたたむことができます。本体、取っ手がございます。空手で隅に置いたり、取っ手部分を壁にかけることもでき、部屋の空間を節約することができます。ハンドル、こちら高さが調整できます。39cm、64cm、87cm の3段階伸縮可能です。自分の身長に合わせて長さを簡単に調整することができます。また角度は170度まで、高さがあるものを運ぶときはこの付属用のゴムロープ、こちら重いものをしっかりと固定することができます。では実際に使用してみましてですね、まず感じたのは軽くて持ち運びがしやすいという点です。折りたたむと奥行きが44センチまでコンパクトになるので、車のトランク、自宅に簡単に収納することができます。仕事先、引っ越しや旅行、アウトドア、ショッピングなど日常生活様々なシーンでこちら活躍することができます。またキャスターはスムーズに回転するので、方向転換も楽に行うことができます。荷物を乗せても安定感があり、安心して運ぶことができます。いかがだったでしょうか。こちらの折りたたみキャスターは軽量で耐荷重が高く、様々なシーンで活躍する優れものとなっております。これからキャスター付きの台車を購入しようと思っている方は、ぜひこちら検討してみてはいかがでしょうか。以上、折りたたみキャスターのレビューでした。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひ興味がある方は概要欄へゴー。